のバイト先の店長の愚痴を教えてください。アルバイトチャンネルの佐々木です。アルバイトチャンネルの清水です。今回は視聴者に聞いたあなたのバイト先の店長の愚痴を教えてください。イエイイエイなのか分かんないけどイエイイエイアルバイト先の上司の愚痴って皆さんいろいろあると思うんですけど、今回はそんな不安ばかりを視聴者さんから教えてもらったのでご紹介していきたいと思います。心が痛みそうな回ですちょっと佐々木さん視点からするとちょっとサク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 サってくる回かもしれませんね、はい、このチャンネルでは視聴者さんからの体験談や実際に動画に出演してくださる方を募集しています。概要欄にある公式 LINE のご登録よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは早速はじめの愚痴からいきます。はい。可愛い子がいる時だけまかないを作る作りますよ。嫌ですね、これは。作りますよ、でもそれは。あ、でもいな、ないかあるかってことかな。まあ、可愛くいる時はまかないがあって、ね、可愛くいない時はまかないないんで、そうです、あー、良くないかもしれないですね。それはちょっとあからさますぎる、下心見え見えみたいな、見え見えすぎて他の子からしたらもう愚痴しかないですよね。確かにこれは愚痴出て叱るべきですね。意味がわからないと思います。飯出せ飯出せって僕バイトなら毎日言いますそれからね、シフトね、可愛い子とね同じ日にシフト組む。あー、そういうことしたらまかない食べれるでしょ。確かに頭いい。そう、逆に計算して逆に考えれば。はい、次、店の売り上げが合わなかった時めちゃくちゃ疑ってくる。あー、これ良くないですね。これはどうなんですか、店長視点で言うと。根拠ないのにね疑われた方ってめちゃくちゃ嫌な気持ちするよね、うん、これは良くないです。これは店長が悪いんですか。で、疑っても結果さ治らないじゃん。これはなんか僕の持論だけど、もう仕組みとして実際にその、まあ、ずれてしまった時にそれが判明する仕組み、いや、カメラそれをねちゃんとしっかりした場所につけておくと、うん、でしかもカメラもなんか犯人探しのためじゃなくて抑制力として、うん、カメラついてるからこういうことできないよねっていうような仕組みから作っていくことしないと良くないんで、まあ、これは店長が埋めてください。おー、なんかちょっと、はい、こういうこと言いましたね。そうですよそういうやつなんですよ。そういうやつですね。沢崎さんはそういうやつらしいですはい、ということで続いて3つ目、自分のミスを隠蔽しようとする。嫌だこの店長。嫌ですね。嫌ですね。嫌ですね。疑ってくるくせに自分はみたいな、うん、もう嫌ですね。愚痴言いましょう。これはこれはダメですね。後ろついてきたくないですよね。そうですね、その店長の背中は。はい、続いて、忙しい時に明らかに機嫌が悪くなる。これよく聞きません？聞きますね。あの、あるあるじゃないですか。あるあるですよね。上司に対する愚痴あるある第1位くらいの。これ何なんですか？なんで機嫌悪くなるんですか？まあ忙しいから気持ちも焦ってるんじゃないですか。やっぱ店長さんとしてね、お店を円滑に回していかなきゃいけないとかしなきゃいけない中で、うん、いやあれもできてない、これもできてないってなって、うんうんうん、ちょっとイライラしてくるみたいな。なるほど、当たっちゃうことあります。基本的に忙しい時ほどピエロになれって僕思ってるんですよ。お、またまた名言が出ました。今日僕の名言の回ですねこれはでもなんか忙しい時に店長が、うわ忙しいね、めっちゃ頑張ろうぜみんなみたいな感じでやってたら、みんないい感じになるじゃないですか。明るく。そう、忙しい時ってみんななんか辛いの一緒なんですよ、うんうん、だからなんかそれで先頭走ってる人がニコニコしながら疲れるけどやってたらめっちゃいいんじゃないですか。これはね、素敵、うん、店長の鏡だと思います。ピエロになれだそうです。ピエロになりましょう。はい、ということで続いて、可愛い子紹介してほしいって常々口にしている。すいませんでした言ってるんですか言ってるんですか。ちょっと、ね、悪いとこ見せとかんと、いいことばっかしか言ってないから株上げちゃってるかもしれないいるんですかね実際。どうなんだろうね。いや、アルバイトには言わないと思いますけど、さすがに。うん、ねえ、リサちゃん可愛く紹介してみたいな感じで言うと。それ店長に言われるってことですよね。うん、なんか仲の良さを感じる、なんか見られません。まあ、めっちゃ仲いいってことで。めっちゃ仲いい店長だったらいいんですけど、なんか大して仲良くもない店長にこう言われたら、ね、紹介されるわけもないのにね。軽蔑しちゃいそうです普通に。絶対紹介してくれないじゃん、仲良くなかったとしたら。そうですね。言うだけ、なんか価値下げるだけですよ。言わない方がいいと思いますよ。はい、続いて、いい店作りたいって言うけど口だけ、原因はあなたでは。これ、塩津さんからあったってことめっちゃなんかすごいね、もう多分それ見てる人いたらぐせぐせ来てるもう、あ、出ましたね、うん、
あなたではって言ってるんですよ、さんさきさん。くさくさ来てます。でもさんさきさんは結構いい店作りを、いい店作らんって僕言ってるじゃないですか。でもみんなそうやって思ってるってことでしょ。それをね、想像したらね、今ね、ここら辺にすごい汗かいてきてます。あなたがいるからいい店じゃないんですよって言われてるってことでしょ。そうですよ、泣けてくるね。今日枕鳴らすよ。正しいですね。はい、続いてクレーム対応をバイト任せにする。良くないですね。これ良くないですね。良くないし、お客様納得しないんじゃないですか。お客様のためにもそこはちゃんと店長や社員や上の人が対応するべきじゃないかなって。そ、ね、その立場ってね、そういう責任取るためにあるわけじゃないですか。それは愚痴っちゃいますね。愚痴る愚痴る。俺がバイトでも愚痴る。なんでって言われます。あいつって言われます。なんで私がやらないと思います。多分そのうちアルバイトをね、イライラ募ってきて爆発した時に、あ、いや僕バイトなんでって多分お客さんに言う。確かに。店長呼べよっつって、あ、なんか店長出てきたくないらしいんだっつって。もう問題、大問題だよね。そう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 。はい、続いて、この前教えたよね、口癖。あー、ネチネチ。嫌だね、これ嫌です。結構、いや、分かってますよ。教えていただいたのは分かってるんですけど、 その上で教えてほしいんですっていう、その内容とあと頻度にもよるかな。あ、確かに、うん、まあ、ちょっと難しい内容のことを教えて2回目、これどうやってやるんでしたっけって聞かれたら、あの、普通に教える。あ、何回目からアウトですか。なんか回数と、あと、あの、聞いたことも内定で来てきたらんってなるかも。そのあれ、これって、すいません、これどうやってやるんでしたっけって、要は一回聞いたことを認めつつ、うんうん、忘れちゃったんで、すいません忘れちゃって、これどうやってやるんでしたっけだったら俺全然いいと、うん、でも、え、これどうやるんですかって何の平然もなくいきなりなんか聞いてきたら、あれ、この間言ったよねっていう風に内容によってはなるかも。あ、それは確かにそうです。だからちょっとあんまりこの愚痴に対してはアルバイトさんの見方を僕はできないかもしれない。なるほど。内容によってはね。確かに。はい、続いて、彼氏の情報を細かく聞いてくる。やだー。いや、いやっすね、これ気持ち悪いって思っちゃうね。気持ち悪いって言いますね。あ、でも自分に興味あるのかなって思わせたいのかな。そう、まあでもこれもやっぱ距離感ですよね、普段の。確かにね。仲良ければいいんですよ。めっちゃそういうなんか悩みとかも相談普段しつつの関係だったら、いいバイト2日目3日目とかで、彼氏のとか言って、はいはいはい、グイグイ来られると、え、このバイト嫌だかもって思っちゃうんですよ。いや、確かに。なんか市場にそこまで突っ込んでほしくないよね。はい、続いて、いちいちセクハラじゃないよねって確認してくる。セクハラだよってそれがちょっと何かしちゃった時に、そうです、これセクハラじゃないよね、これ大丈夫だよね、セクハラじゃないよねって言うってこと。それがセクハラだよって思っちゃいますけど、逆にいちいちそういう発想をしてることが良くないと思います。いや、そうだね、一個一個それを、その行為自体をね、振り返ってるってことでしょ。そう、なんて答えればいいんですかって思いません。いや、セクハラですよって言っちゃえばいいんだよ。逆に、いや、それセクハラです、やめてください。すいませんでした。気まずい、気まずい。はい、続いて、何かと理由をつけて昇級させてくれない。これよくありますよね。あるあるかもしれない。あるあるですよね。これあるあるかもしれない。昇級制があるっていう噂を聞いてて、いくら頑張っても昇級できないっていうのはある話かなっていう。確かに。この間これは愚痴っちゃいます。これできてなかったよ、君。これできるようになったら昇級だねみたいなことを言われるって、できるようになっても昇級なんだ、なんでだろうってなってめっちゃ愚痴っちゃいますよね。確かに。だからこれを言うんだったら、逆にこれができるようになったら昇級ねも言ってあげてほしいよね。確かに。ならない理由を言うんだったら、うん、慣れるための理由も事前に言っといてくれれば、そうですね、まだアルバイトさんも納得できる。確かに、うん、はい、続いて、シンプルに顔が無理。辛辣。辛辣。くさくさ。これはもはやもう辛辣すぎて、でも愚痴じゃないよね、これ。悪口だよ。愚痴じゃない、愚痴じゃない。いや、でも女子高生とか多いんじゃないですか。店長の顔が無理。なんか聞きますよ。顔が無理はちょっとかわいそうだね、これね。匂いが無理とか。あ、まあでも一緒だと思いますね。あ、もう全部そのトータルの存在が無理ってことね。もう何も言えないよ、これは。っていうのは結構なんか、まあ、高校生の時聞いたことありますね。ああ、うん、辛いね、これは。女の子が多いイメージです。
ですね、こういう意見は。男性テンション。男性テンション。はい、ということで今回視聴者さんから寄せられた愚痴は以上になります。たくさんありましたね。たくさんありました、ね、なんか多かったもん、視聴者さんからの意見。みんなたまりにたまってるんですよ。めっちゃたまってる。思ってることをね、こうやって言ってくださってありがとうございます。ありがとうございます、はい、ということで全国の店長さんね、これ見たらね、ちょっと改善してあげてほしいですよね。いや、本当です。沢崎さんいっぱいいいアドバイスしてるので、店長さんもし見てたら参考にしてみてください。恐れ多いですけど。はい、ということで今回は視聴者さんに聞いたあなたのバイト先の店長の愚痴を教えてくださいでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またねー。